ごい小さすぎて本当だね。クソちっちゃい、1ミリぐらいの文字になってる。今日はねちょっともろもろの事情で、はい、いつものスタジオなんですけどカメラじゃなくてちょっと携帯でやってるのでもろもろちょっとね返答が遅くなったりしちゃいますが、はい、あらかじめご了承ください。お願いします。お願いします。早く帰って、寒いからね今日マジ寒いよ。気をつけて気をつけて、ね、今日マフラー忘れちゃったんだね、タイムラグすごいみたいだよ。あ、なんかいっぱいもらってるよ。あ、ありがとう。あ、バレンタインのやつだ。バレンタインだね、ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。あとちょっとだ。そっか、確かにね。ウケるね、3人して携帯の画面見てるっていう、ね、うん、気分笑ってるとか言って笑ってるよ。どういうこと？それ笑ってるよ。笑ってなかったら怖いでしょ。ずっとさ、めっちゃスーッて。でもこれやってると何時って出ないんだね。あ、本当だ。もう少しで眠くなるって 25% が言ってる。ダメだよ。終わりまで寝ちゃう。起きて。さて、この番組は私がスキューのめっちゃでやって。はい。改めまして。はい。このバカコンって何というのはですね、普段私たち3人それぞれ個々のお仕事をしているんですけれども、この3人がですね集まって、3ピースガールズバンドを組んでおりました。まあ、はい、一応自己紹介しましょうかね。あ、はい、うん、じゃあ、ね、あかねちゃんから。はい。メインボーカルキーボードのあかねです。イエーイ。そしてはい、ギターとボーカルやらせてもらってます木本ゆうきです。やらせてもらってます、フォンチーでーす。イエーイ。というね、この3人のメンバーでバカンシーコントロール、略してバカコンというふうにねガールズバンドを組んでおりました、はい、その3人がですね第2月曜日、毎月第2月曜日にこのショールームの番組やらせていただいていまして、でも先月はですねちょっともろもろねそれぞれのお仕事の事情でお休みしまして、はい、1ヶ月ぶり2ヶ月ぶりか2ヶ月ぶり、12月ぶり、12月の放送ぶりあんちゃんのにやってまいりました。やってまいりました。久しぶりなんですけど、久しぶりかつなんと今回で最終回ということになります。はい。なんで最終回かと言いますと、はい、実はですね2月の2日ですか、はい、2月の2日に、バカンシーコントロールの、公式ブログで発表させていただいたんですけど、私たちバカンシーコントロールですね、2月2日を持ちましてお昼寝ということでね、はい、みんな謎のお昼寝お昼寝をするということで、はいはい、それぞれ3人それぞれのお仕事に専念することになりました、うんうん、はい、決して喧嘩別れでもなく、うん、何かがあってバカコンやるかもみたいな感じではなく、ちょぶ台しではなく、うん、まあ、ご存知の通りこんな感じで和気あいあいやってますので、そういう感じではなく単純にねちょっとそれぞれの道にまた戻ってまたいろいろ勉強して今までバカコンで学んできたことをそれぞれの道で生かしていこうという、まあ、お昼寝なんでね、もしかしたらいつかまたお昼寝、はい、冷める可能性もあるかもしれないんですけど、まあ、しばらくの間はお昼寝をさせていただくことになりましたので、はい、今日がとりあえずの最終回となります、はい、お昼寝前最後です。はい、はい、まあ、詳しくはですね、うん、後ほどこの放送の後にバカコン、はい、公式ブログを見ていただければなと思います。はい、はい、塩の呪いとか言って、塩の呪いなんで、何それ呪いしかも 25% さんが、しかもさすが 25% って名前つけるだけあるよ、ボーカルの歌割り問題あーそれは、あまあそれはどうなんだろう、味噌汁になったから疲れやすいのね、うん、失礼な、失礼、まあまあ確かに疲れやすい、おかしいな、おかしいな、確かに疲れやすい、うん、ということでまあまあまあ毎回ね、はい、いろんな内容でね、うん、曲紹介だったり、うん、はい、ブログの罰ゲーム、あ、ブログの罰ゲームを披露したりとかやってるんですけど、うん、今日消化しなきゃいけないものがあるんですよ。そうなんですよ。え、何何、え、そうなの。はい、ということでね、いろいろ今日ね、うん、説明がありますけど、はい、うん、なんか、ちょっと待って、その前に、うん、フォンチーが見守るばかりで何もしないから副隊が分かっただとしたらね、多分ね、1年目ぐらいでも解散してると思う。キーボーをもっと歌わせてって言ってくれてるよ。あ、今日歌ってもらおうじゃん。やめてということでですね、
はい、あの私たちこのショールームとかいろいろツイッターとかある中で一つダイヤモンドブログでブログをやってまして、はい、リレーブログで前の人が書いたお題に沿って2日以内にブログを更新しなきゃいけないっていうのをね順番からやってたんですけど、はいはい、まあ、2日超えるとどんどん罰が増えてくる、はい、罰が5個たまったら罰ゲームやるっていうことだったんですけども、チータンが罰たまりにたまりすぎてですね、もう今までで累計80何個ぐらい多分罰が81個かな、で今まで5回か罰ゲームやったの、うんうん、なんでまあ51個分の罰をまだやばくない消費できてないんですね。いやもうさ50個やばいね。罰ゲームやりたいんだよ。なんでやりたいやりたい。いやあのね言うけど罰ゲーム考える感が今なんでよ。あ休憩怒るよ。それは怒る。であのということで罰ゲームが10個ほどありまして、10個、あのさすがに今日結構無理だけど、まあとりあえずやれるだけ今日はやって、うん、まあ、ポンチ罰ゲームの回みたいになっちゃうけど、はい、最終回にしてるね。もうなんかそうみんな罰ゲーム、はい、ポンチの罰ゲーム見てもらえますか、ね、お願いしますよ。うちのポンチが全然ブログ書かないからね、あんちゃん。いやあんちゃんの負担を考えてブログ超まめに更新するから、そう最後のも全然しょうがない、うん、でしかもさ、しかもさ、罰の数チータン自分でも分かってないしさ、そうそうそう、何回も怒られてる。しかも今年初めて書いたブログで、うんうん、2017年はブログの更新頑張りますって書いてたんだよね。もうダメだね、もう目標が達成できてなさすぎるよ。やばい、まあ、はい、ということでね、はい、まあ、やれるとこまで。であとね、これが大事なことです。何ですか？あの今日やりきれなかった分は、はい、3月12日に予定してますお昼寝前最後のイベント、空き地でお昼寝しませんかっていうイベントがね、はい、あるんですよ、はい、3月12日のお昼1時ぐらいから渋谷の道玄坂カフェってところでね、はい、最後の空き地イベントをやりますので、はい、あ、賞金消費しきれなかったらそこで何かしらしようかな、うん、絶対面白いことですよ、うん、絶対嫌なことにするから。ぜひ皆さんね、3月12日、うん、もうねすでに申し込んでくれた皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まだ一応お席はまだちょっと残ってますので、うん、まだ間に合います。はい、はい、ぜひ来てください。ぜひぜひお願いします。ということでね、うん、早速いっちゃいますか。行きましょう。どっちのから行く？あのね、あ、いっぱい考えてきた。そう、あ、やべ、なんかツイッターで募集してたよね、あんちゃん。あ、した。私あえて内容見ないでおいたんだけど、めっちゃ募集してると思って怖かった。一個もうできないのだから言うけど、ね、うん、面白かったのは、うん、51回分×51個じゃん、うん、51回腕立て伏せが終わるまで喋っちゃいけないとか。あ、全然それ楽じゃない。え、腕立て伏せ51回できんの？え、チーターがほらこの間さ、近頃しの舞台やった時にずっと筋トレしてたじゃん。筋トレ、しかもジム行ってるから筋トレとか。腕立て伏せ1回もできないんだけど、できる。え、私にとってそれ罰ゲームにならないけど、全然それでもいいよ。はい、全然大丈夫。全然それでもいいよ。50回でしょ、全然できるから。罰受ける人が何をとやめようしたの。思った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 。やばいよ。じゃあどっちからやる？じゃあ1個じゃあ分かんないやつ。あーちゃん本当にいっぱい考えてきてくれたんだよ。え、なんかもうすでにヤバさ。何それ？これです。何？ででん、この、あ、やべやべ、なになに、バルーン、なんていうの、大道芸の人がやるバルーンあるじゃん、うん、これを5個連続で膨らます。おー、何分以内にって言いたいところだけど、そこはちょっと計り知れないので。でもちょっとこれ普通のより100円ショップので子供向けだから簡単に膨らむかも。あ、本当に？普通のやつってめっちゃ難しいんだよね。でしょ？難しいんだよね。難しいんだよね。あ、でも鼻で膨らますって言ってる人がいるよ。え、絶対無理でしょ、永遠に終わんないよ。ちょっとちなみに一瞬ちょっと鼻で膨らましてみ。いや無理だ。今いい聞こえた。スースースー、全然入らない。全部漏れちゃってるからね。じゃあ、うん、やってもらおうか。いいよ。膨らましてちゃんと結んでにする。OK、 結ぼう。私これ、ね、これじゃあアシストするね。何秒でできるかね、これ。え、待って、じゃあ試しにちょっと吹いてみたけど全然ないかな。よし、よし、よーい、スタート。カンカンカン。あ、やばいやばいやばい。やばくない？あれ全然入んないよ。圧がない。なんかこうやってピューって伸ばしながら吹いてない？バルーンの人。全然入んないんだけど、なんで？
ショールーム終わりかもしれない。じゃあジャップにしよう、せっかくだから。うん、てかそうだね。ゴムの味。まず。ね、その風船を 3.12 にプレゼントだって。頑張れ頑張れ。待って、全然入んないんだけど。配達料に自信ないの？だから本当にできるの？え、やってみて。増えてみてもいい。ちなみに。全然できないよ。一回やってみてもいい？あ、じゃあ。いいよいいよ。あ、やばこれ。でしょ？ほら。やばい、チューって言ってる。マジで無理だわ。ちょっと一回やってみて。ピクともしないよ、本当に。マジで無理だよね。ちょっと脳みそ痛くなってきた。え？ちょっとやってみて、待って。え、これ本当に膨らませるよ。膨らんで、いや、本当はあのキュッ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 って、なんか空気入れでやるんだよね。え、空気入れでやるやつなの？本当は、じゃあ全部さ、バルーンは空気入れがついてるんで、大道芸の人は多分訓練してんだろうね。え、あーちゃん肺活量絶対超ある人じゃん。あーちゃんできたらすごい。これ絶対耳ちぎれる。ちょっとエロい。え、難しいよね。ね、ちょっとエロくない？ちょっとエロい。ちょっとエッチ。これ無理だよ。全然膨らまないもん。これさ、しかもさ、普通のバルーンよりさらにさ、うん、細くない？これ。いやだ、もっと太いのがいい。いや、ちょっとこれ待って、脳が破裂しそう。でしょ、脳破裂。これ無理だわ、あーちゃん。無理だ。なんてシュールな最終回だって。ブレッ。無理でしょ。見て、これ何の映像。企画倒れ。企画倒れしました。ダメでした、これ。もう無理です。ピクともしません。これはボツ、なんかボツ。ごめん、ボツ。じゃあ次、私のやつ罰ゲーム。でもいいよ、うん、太いのがいいっていうことで。うん、し臭いね、しかも、はい、うん、ちょっと臭いね。ちょっと臭いね。じゃあ私の罰、なんかゴムの味。私の罰ゲーム、チーターの罰ゲームは、一人で、浜崎あゆみさんか倖田來未さんの歌をもうなりきって熱唱してもらう。え、声もってこと？え、当たり前じゃん。え、自分的に似てると思いながらやればいい。そう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 。ワンフレーズ、あの有名な曲ワンフレーズ歌っていいじゃん。はい。何？うまいか。ちゃんとオッケーって言うまでちゃんと歌い切ってね。うん。カットかかるまでだよ。なりきるんだよ。じゃあカットのかかりね。私カメラマンやるだ。待って、ちょっと歌詞を確認したい。うん、いいよ、歌詞確認しなくても、最悪作って、作詞して。あ、じゃあ、ラララでもいい、ラララでもいい、分からなくなったら。でも、ちゃんと浜崎あゆみでラララだからね。ラララってやるんだよ。はぁ、はぁ。こんな感じじゃない。じゃあ、はぁ、はぁ、はぁ。じゃあ、じゃあ、ばぁ、ちょっとな。あれ、ダンサーもやって。え、大丈夫。なんか、ゆだゆだしてるね。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。浜崎あゆみです。じゃあ、行きます。3、2、1の、はい。マリオ、愛すべき人がいて。ちょ、待って、カズ放送事故みたいな。違う浜崎あゆみの真似でも何でもなくて、今のなんか、今の浜崎あゆみでしょ。赤ちゃん言葉のなめくさった。違う、アリーナ、アリーナのみんな、全然2回盛り上がってる。ポーチ、あゆをバカにする。バカにしてないよ。え、確かにね、これはポンチ可愛いって思った人もいるけど、うん、罰ゲームになる。え、ちょっと待って初めて見た浜崎あゆみさんのモノマネの中で一番質が悪いかもしれない。しかもモノマネじゃなくてもいいの。もうなりきって歌ってほしいの。あ、そういうことね、うん、まあでもいいよ、ポンチぐらいちょっともう一回カットかけちゃったから、うん、やっていこう、うん、はい、では、よーいスタート。アリーナのみんな、浜崎あゆみだよ。聞いてください。ちゃんとかけてないから。
ってルーくん。キーボードお手本って言ってるよ。やめて今チーターな、チーターな。やめてやめて。しかもあの歌ちょっと分かんないし、分かんない歌を歌うとき相当ひどいから。でもチーターン、うん、ひどかったな。嘘でしょ、初めて見た、うん、このチーター。新しいチーター基本さ、みんなさ、あゆのモノマネするときってマリア歌わない？マリアだっけ？マリアだよね。違くない？あれじゃない？僕たちは、あ、嘘、ボヤージュ。アリーナのみんなって言わない？アリーナのみんなは言う。言うよね。でもあとちなみに高田久美さんも言う。アリーナって言うじゃん。みんなありがとうって言うの。結局一緒か。結局みんな結局一緒か。そう、やっぱ あの人たちはみんなそうやってやるっていうこと。アユじゃない方が良かったかな。出直してきます、うん。じゃあ次チーターが考えてきたチーターの罰ゲーム。もう自分。うん。とりあえず一今日はなんか罰ゲームを考えるのも大変だし、うん、罰ゲームをもうチーターがやりすぎてしまったので、しかもチーター大嫌いな納豆も何回かやっちゃったので、うんうんうん、チーターにも自分で罰ゲームをね、うん、考えてきてもらいました。はい、私、うん、ちょっとまだアユなの？私みたいな、まだちょっとアユなの？じゃあ腹筋100回。絶対今考えたんだけど。腹筋100回、ね、今考えたでしょ。腹筋100回だね。ねえ、ズルなんだけど。ダメ、それはもうショールームとかそういうことじゃなくて、後でちょっと話して。反省会で。だって1週間前から言ってたよね、うん、チーターに。チーターの LINE 全部。罰ゲームって自分で嫌なことでしょ。罰プラス10分、うん、最大級に嫌なこと納豆なの。なんでじゃあ自ら納豆を買ってこなかったの。確かに、もうまた納豆かってなっちゃう。筋トレ系はダメだって。筋トレ結構きついよ。ガチです。なんかない？あれはさっきなんかみんなに募集してたやつ見てない、内容見てたけど。変顔100連発だって。あ、じゃあ変顔中、ね、でも変顔は絶対チーター可愛い変顔だもんね。変顔10個ぐらい、10パターンぐらいしかないな。これさっきなんだっけ、キーボードに送ったやつ。えスクショみたいな。あ、違う、これで見ればいいんだ。なんだっけ、なんかね、うん、腹踊りは、ね、あ、出た、腹踊りだってチーター。腹踊りって何？お腹に顔マッキーで顔を描いて踊るやつだよ。それは嫌だな。でも今さすがにできるかどうかってやっぱ女の子だしあると思って、お笑い芸人さんとかともまた違うから、だから事前に確認しようと思ったんだけど、確認するの忘れちゃったね、うん、常識クイズをだって。え、待って、今さらっと流したチーターに言っとくけど、あれ、これ今罰ゲームだからチーターに拒否権はないからね。はーい、あー、ムカつく。はーい、ってなるともう最終的に3月12日腹踊りするから、うん、鍛えといて、じゃあお腹の準備しといて。オッケー、うん、じゃあとりあえずあかねがもう1個持ってきたやつやろう、ね、うん、あーちゃんが持ってきてくれた罰ゲーム、ほら大好きなてってれー黒い炭酸コーラ。はい、え、全然いいよ。え、なにコーラ、これをコーラをスポイトに入れて鼻にシュッてやります。鼻からコーラを飲んでいただこう。そのためにはコーラが大好きだからきっとそれでも大丈夫なはず。でボロボロ期間系大丈夫な話頑張って。じゃあ一応これをチーターキッチンペーパースタンバイして。はい、はい、白い服だから汚さないように。そうね、あ、じゃあはい、もう置いとくから。そのためのキッチンペーパーか。うわ、やば、鼻から飲むってどういうこと。しやしや、どんくらい、あー、違った、ごめん、おいしい。待って、ちょっとがいいんじゃない、ちょっとで最初は。そうだね、これでもピュってどうやってやるんだろう。鼻すんって、これでピュってたらいけんのかな、うん、ルカピーヤがやってたらしいよ。行ってみよう。ちあ、キーボーピってできる。ガチの事故だけ気をつけないとやばい。もう一回ピュって、え、じゃあキーボーに。ガチの事故って何？どうなるの？それか目からコーラが出ちゃう。上向いてやるから、ね、え、でもどうする？リアルに怖いやつだよね。やった方がいいよ多分。でもね、これ罰ゲーム集で調べたんだよね。待って待って、じゃあちょっとこれズームインするから。
絶対真似をしないで。なんか罰ゲーム集で調べたんだよね、うん、思いっきりピュッてやんなきゃいけないからもうちょっと入れた方がいいのかもね。いやでも話だけ気をつけよう。はい、マジ血流して。じゃあ行きますよ。怖い。怖いよね、普通に怖いもんこれマジで。じゃあさ、ピュッてやんないでさ、あの目薬みたいに垂らすっていうの。目薬鼻にポツンポツンって2滴ぐらい。まあそまあそうなるよねって言ってます。大丈夫チーター。まあそうなるよね。鼻が痛い。小森さん転換したの。転換転換どうだった。ちょっとやらして。鼻やるんだ。結構痛いよ。あ怖い。気をつけて。怖い怖い。やっぱできない。怖い怖い。チーターよくやったね。罰ゲームだから。そうだ。かっこいい。罰ゲームだから。かっこいい。ありがとうチーターやってくれて。ユウはビビってできなかった。初めてだよ、うん、大好きな子の鼻に入れたの。どうだった。まだまだなんか右の鼻がシュワシュワしてる。大好きなコーラだけどやっぱり鼻だとしんどい。しんどい。コーラ嫌いになりそう。あ、ね、私はねもともとコーラあんま飲めないからね。ただ鼻が痛いだけって書いてある。間違いない、本当に鼻が痛い、うん、なんかね、でもなんか通りが良くなったかもしれない。そう、本当そんなことあるの。でもなんかヒリヒリする。スースースー、ガスメンしてみながらヒリ。炭酸ってそんなヒリ。ちょっとじゃあやってあげるよ。てかなんか詰まってる。やってあげるね。これ、ツンってさ、結構はつけんの。いくよ。あ、怖い。怖い。もうちょっとできてたら、いくよ。いや、罰ゲームで怖い怖い。やってみたかった。怖い怖い。いきますよ。気をつけてね。うんうん。これでね、ちょっと待って、一瞬。あ、オッケーオッケー。待って、いくよ。まだまだまだ、まだ平気。
るのにさ全然痛いじゃない。確かにあのやっぱさやっぱ毛があるのが痛いんだね、うん、あーそういうことね全然できないじゃん。まあやっぱ男の人か、ね、じゃあ足の裏のくすぐり、あ分かった、茜が勝手に足つぼやるよ今から。あいいよ、ちょっと待って、ちょっとその前にちょっと乾かすわ。じゃあちょっとさアーキーボーさ、うん、カメラマンやって。いいよ。え待って絶対、ちょっと待って、そんでちょっと横からがいいかも、おパンティが見えちゃうかもしれないからね。えこれ脱いだ方がいい、脱ごうか。ではちょっと若干ちょっと汗ばんでる服そうだね、一応、はい、あーちゃんのお手手が汚くなっちゃう。ちょっと拭きたいのです。拭きたい。これもじゃあサービスショットってことで、サービスショット、チータンが足を拭いて今なかなかない、なかなかない。え右手でどっちがいいか、チータンのおみ足。え待って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 、痛いって言って、違うあれだよ、お腹下したら知らないけど、待ってどこが痛いんだよ。ちょっと待って待って待って、ダメだよ。マニアにはたまらない。ちょっとあやっと罰ゲーム、あとどんくらい、うん、あとどんくらいいく、あまだまだいける。痛い痛い痛い、キムキムキム、逆サイ、逆サイ、痛い痛い痛い、逆サイ、逆の足もいったり、逆の足どっか悪いんじゃないの、こんだけ健康にやってんのに。いきますよ、この表情こっちが平気かな、平気。あぁ痛い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 、あセクシーショット、痛い。さあ、あーちゃん頑張って、痛い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 。確かにどっか悪いのかもっていう冷静な、あ痛い痛いの、チータ痛いの、イエーイ罰ゲーム感はあったね。かわいそうだった。でもでもさ、今分かったことがある、うん、あーちゃんは指圧師になれるってことあ、ちーたん大丈夫、ちーたん大丈夫、大丈夫、足なくなっちゃった、暴れすぎて、うん、ストッキング破れたあー痛かった、マジで面白かった、かわいそうだった、ごめんねちーたん、うん、うん、罰ゲームだから。だから決めました。罰ゲーム、名言、名言。罰ゲームだから。あ、なんかさっきと違う。めっちゃ痛いんだけどさ、逆にどこが悪いんだろうこれって。どこだろうね。面白い。でも大体の人が多分痛いっていうところを多分知ってたんだろう。超痛い。うん。マジで痛かった。ここあちゃんは立派な女王様になれる。ありがとう。痛い。コッペイさん頑張ったって言ってくれてるよ。ありがとう。今もすごい後遺症が残ってる。後遺症それもやばい、ほら、ね、飲みな、ありがとうブログ書かなかったからねって言われ間違いない。あ、目が疲れてる、目も、あちょっともうでもあれだよ、うん、なくなっちゃった、一気飲みするコーラ、はあ、あ、今ちょっと若干一気飲みみたいにしちゃった、コーラをこの辺ぐらいまで一気で飲んで、あのなんだっけ、ギュップしないでさ、なんかさ、山の上にいるやつ、なんだっけそれ、できんのそれ、一気飲み、なんで、え、でもさ、あれじゃないね、これ番組、あ、うん、確かに山手線のあれだから、この番組の、じゃあ歌ったら歌おう、やっぱりバカ子の歌をさ、でもさ、笑っちゃったりしない、真剣に言えた方がさ、ギュップ出たら面白い、いや、バカ子の曲真剣に歌えるでしょ、歌ってたらさ、ギュップって出ない、え、この辺、ここまで行って全部、そう、じゃ真剣にこの番組の趣旨を紹介して、オッケー、ゲップしないように頑張って、全部、全部ね、うん、ここ、ここでしょ、全部だよ、うん、全部は、ちょっとどうするそこ、ハイキング、ウォーキング、フォンちゃんどこまで飲むかって、私は全部って思ったけど、じゃ飲めるところまで全部を希望で、コーラ好きでも結構ね、コーラね、一気飲みってしんどいらしいね、うん、お酒はしんどいらしいね、よし、よーい、とりあえず目標ここまでいくね、うん、OK、ドン、ね、テレレレテンテンテレレレ、あ、まだ全然
ってません。まだいかんよ、ちーたん。あ、全然だよ、まだだよ。はい、てんてけてけてんてんてけてけてんてんてけ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 てんてんてけてけてんてんてけ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 てんてんてけ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 てバカコンって何？この番組はスリーピースガールズバンドの私たちが毎週今ゲップしちゃった。してない、なんか大丈夫。毎月第2月曜日に生放送やってる番組です。ギューッつった、ギューッつった。え、今聞こえたかな、みんなに聞こえた？チートの声が保存版です。面白かった。ほうじちゃんかわいいだって。頑張ったね、頑張ったね。急に笑った。よく頑張って耐えてた。うん、あー面白い。よく頑張ったよ、チータ。イヤホンに響き渡ったチーのゲップ。あれ、ポンチーこの前ゲップ調整できるって言ってたんだって。できるけど、もう、でもキー君が今も出ちゃう、ゲップ出ちゃうから、もう聞こえないように今5回くらい出てる。まだ、まだあるけど、コーラ大丈夫。面白い。あー、面白い。やっぱね、番組の最後にはさ、チーのポンチーにさ、油性ペンで肉って書いてあるよ。やばくない？恥ずかしいでしょ。じゃあこうやって隠して帰るよ。ダッサ。え、待って、ダッサ。それダッサ。え、ダッサい。それだって肉って書くんだったらさ、え、ちょっとアップしてダッサ。だって肉って書くんだってこうやって隠して帰るよ。ダッサい。でも時々ね、ね、その一本めっちゃ遊ばれてる。明日撮影とかある？え？明日それじゃあ明日撮影とかあります？明日ですか？うん、大丈夫です。え、大丈夫ってことはじゃあ肉って。え、これはやばい。これは罰ゲームだけどいい？オッケー。まあ罰ゲームだから。出た名言、名言。肉かっこよ、べっこに。あー、マジで面白い。この一本は何ですか？私の中美的セン。でもこの帽子にはこの一本がないと成り立たないと思うから、うん、あー面白い。この一本がすごく邪魔なんだけど。え、超面白い、超面白い。やばいな。面白いね。あの、何個やったっけ結局、うん、え、最初の風船覗いて、風船はちょっと持つか。でも一応風船も頑張ったから風船でしょ。風船、歌でしょ、うん、スポイトコーラ、スポイトコーラで、ベリ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 、シャツ、あ、シャツで、ゲップ、ゲップ。6個。あ、もうそんなやったんだね。あと4個もあるよ。でもあと4個だって。あと4個。あー、面白い。でも次いこ。でもあと1個ぐらい消費しないと。やっぱ肉って書くか。そうだね、じゃあ肉って、あの、あれで書けばアイラインとか。あ、確かに持ってる。アイラインで書いたらさ、帰るとき余裕じゃん。え、じゃあペンに。いいよ、じゃあちょっと持ってくるから。アイライン OK 選ぼう。いいよ、じゃんけんでそこはさ。あー、いいよいいよ、そうしよう。 C の運に任せるって。 OK、うん、山奥の恐怖心みたいなのやめた。そう、今ね、どうやって隠して帰ろうか。自分でシミュレーションしてた今。あー、面白い。帰り道ずっとツイキャスとかする。ね、そのさ、ダサ。どうしよう、このショールーム見てるさ、帰り道の誰かに会ったら超恥ずかしくない？あ、あ、肉って隠してる。本物がいたってなりじゃん。爆笑するよね。めっちゃ恥ずかしいよね。ペンシルアイライナーというちょっと優しいものと、はい、普通の油性ペンがあります。ちなみにこれ書くのはきっと木本さんです。はい、てってりー。じゃあこれは2人でじゃんけんして、ポンチが勝ったらアイラインで、うん、負けたら油性ペンにしようか。でも油性ペン、あれだよ、油性ペンでわさびでやると落ちるんだよ。
知らない。わさび以外も何で落ちるの？おでこにわさび。洗顔でも落ちるの？あのメイク落としじゃない。でも結構でもわさびわさびで落とすっていうのも罰ゲームで。あ、そうだね。そしたらわさびみんなみんなマッキーがいいって言ってる。わさびじゃあコンビニで買わなきゃ。油性油性って言ってるよ。規模勝ちかける。かけるよわさびで落ちるんだ。なんかね、伊藤家の食卓で前懐かしい。でもおでこにわさびって目に染みそうじゃない。確かに、シーシーしそう。え、リアルにそれ買えるの？じゃあ今日の最後の罰ゲーム、うん、で、罰ゲームの残りは3月12日の、お昼寝前最後のイベントでやりますので、はい、ぜひ3個やるか分かんないけどねっていう、ちょいちょい宣伝を挟むという、うん、来てね、みんな。そうね、来てくださいね、最後だからね、うん、はい。じゃあ最初はどうする？うん、最初はグッ、じゃんけんぽい、勝った、イエーイ。油性ペンです。これ書いてるところみんなに見せていいの？いい。あ、じゃあちょっとカメラマンするわ。別にいいよ、ほっぺたとかでも。あかねはね、わお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 、結構がっつりだな。ねえ、結構がっつりじゃない？しかも一文字じゃない。あ、肉味噌だった、間違えた。肉まん間違えた。書き順おかしくない？でもちょっとず、いや、なんかね、でも3文字ぐらい書きそう、書きそう。やばいやばいやばいやば。え、それでさ、帽子ちょっと茜が預かって帰るっていうのどう？ちょっとやめてよ。帽子今日それ貸して、茜帰りちょっとそれかぶりたい。ね、肉まんってやば。結構なぞる。ねえ、ちょっと鼻はダメでしょ。鼻はえ、ダメ？鼻は隠せないもん、動画ばったって。ねえ、ねえ、ねえ、帽子で隠せない範囲になっちゃうから。なんかやばい、スマイルなのか肉まんなのかわかんない絵があるよ。これ、これ、肉まん。やばねえ、やばい。これでも落ちなかったら落ちなかったでいい罰ゲームだよ、うん、目線ください。かわいい、でもかわいいよ。はい、目線ください。はい、ポーズください。肉まんポーズください。肉まんちゃんです。肉まん肉まん、イエーイ。いいじゃん。あ、面白い。で、帽子貸してね、ちーた。マジか、面白い。ちょっと、いやマジで、うわ、マジでこんなにデコ出しを後悔したことないよ。うん、これで帰ろうかな。うわ、眉毛つなげたい。眉毛つなげたい。でも眉毛さすがに落ちなかったら明日かわいそう、うん、で、眉毛はアイラインでやばいね。眉毛はアイラインでいった。眉毛はアイラインです。ちょ、帰れないやん。V の字にしていた。でも優しさが受けるけど、バカ子に優しさはない。違う書き足しすぎだよ。あ、おかしい。あ、もうもはや何なのかよく分かんないんだけど。てか眉毛やば。起きてる人ね。おはよう。かわいい、かわいいじゃん。ちーた、目、あの、起きた人のままこっちも。全然、何がどうなったか自分で全然分かってないからね。目開けていいよ。あ、面白い。目開けても瞬きするたびになんかめっちゃ頭おかしい人みたいな顔してる。ねえ、もうさ、なんなんこれ。はい、目線ください。どうも、ちなみに今日最終回です。いや、びっくりするわ、自分の顔。面白かった。この人はポンチーです。どうも。でもなんか言ってもやっぱり結局可愛いんだね。本当だね。なんかこれで
うん、でも結構やばいね。結構やばいさ、眉毛つなげるというより真ん中に三角がある人、うん、でもさ、ここまで来たらやっぱ最終回だし、チータンだけ眉毛つなげてるのかわいそうだから、うちのも眉毛つなげよ。頭おかしいこと言い出したんだけど。頭おかしいよ。3人とも眉毛つなげよ。自ら描こうって言い出したけど、この人頭おかしい30歳だよ。みんなで仲良く眉毛つなげよ。そうね、頭おかしすぎるから一回昼寝しないとうちら脳みそ溶けるんだと思う。どう？あーちゃん、あーちゃんもやばいやばい。あーちゃんどうすんの、この後デートだったら。あの帽子スタイルね。あ、似合うよ。え、しかもさ、チーターが描いて大丈夫？もはやちょっとじゃあカメラにアップしよう。いいじゃん。しかもこのね、あかねのさ、眉毛がすごくまっすぐじゃない、うん、こういうなんかさ、メガネかけるとこういうのになる人いるよね。やばいやばいやばい。みんなでこれで後で写真撮る、うん、眉毛コントロール。眉毛コントロール。でも一番やっぱチーターがかわいそうだね。あー面白い。お友達。やばい。でみんなこの後さ、帰るんでしょ、電車乗って。ちょっ、お友達。やばい。え、待って、どうなったの？なんであかねこんななっちゃったわけ？おかしくない？あかね罰ゲームしてるんだけど。面白い。私はまだ可愛い。ちょっと貸し。罰ゲームじゃなくなってるって書いてある。でもさっき散々。え、なんか可愛いんだけど。え、そう、うん、そうこれで可愛かったらレベル高い。ちょっとどこに書けばいいのこれ。そばかす、そばかす。え、私てんてんばばあじゃん。違う違う、あれだ、しみしみ。これもう何の番組になってんの。ほくろ毛、電車内がざわつくわって書いてあるよ。やばい。ぶつ、あ、で、充電切れたし、切なし。はい、ということで、はい、うん、バカンシーコントロールってこんなんです。いやいやダメだよ、この割り方ダメだよ。結局こういうことです。なんでお昼寝しないと、うん、多分、うん、やばいやつだし、やばいことになっちゃうんで。みんなね疲れちゃったからね、お昼寝します、うんうん、お昼寝してちょっとネジ取り戻そう。どういう締め方なの、ね、こんなはずじゃなかったっけ、うんうん、でもさ、すごい優雅でチーターマジ頑張ったし、うん、あんちゃんもいっぱい用意してきてよかったねって思ったよ。これやばい、これで帰るの超やばくない？やっぱね、こうやって見るとやっぱチータンブスだわ。チータンやばい、ブスだよ本当に。何があれなんだろう。眉毛のさ、太さがやっぱ一番強烈なの。強烈でしょ。見つめないでその顔で。ねえじゃねえよ。ねえ、しかもチータン今日さ、髪の毛さ暗くしたでしょ最近。暗くした。でちょっとなんかアジアンビューティーなんでこっち見て。ねえ、そこちゃんですよね。それなんかこういうさ、嘘くさいさ、ネパール料理屋の人。いい。ネパール料理屋の人みたいだよね、うん、ということで、まあ、そう締めなきゃいけないんだ。もう、はい、あのこれ、このショールームが最後のお昼寝するので、はい、最後の最後は3月12日の、うん、空き地でお昼寝しませんかってイベントです。みんな来てくれるかな、はい、それともこんな顔の3人には会いたくないかな。でももしかしたら 3.12 でみんなこの顔をこう描いてあげるっていう。あ、全員でこの顔を今連写してやるって。そんなこと言ったら誰も来なくなるからだよ。ねえ、え、いいじゃん、みんな眉毛つなげればいいじゃない。ななゃねえ、楽しいよ、うん、何の説得力もない。本当だね、やばいね。ネパール人面白すぎる。面白い、うん、ということでね、今日もたくさん見てくださって、はい、そしてたくさんのギフトもありがとうございます、はい、ありがとうございます。途中テレビな人何なんだろうって思っちゃう、うんうん、もう今日考えてる。チャンネル変えたくなっちゃうよね。えとか言って、はい、ということでね、はい、締めますかね。はい、はい、あー笑ったね、笑ったね。じゃ締めの言葉はやはりチータンでしょ。ちょっともうちょっと自分の顔に興味津々なんだけど。いや、なんかもう見慣れてきちゃった。うん、チータン締めの言葉はその顔で言って、はい、あれ、飛行機予約したっていう人がいる。あ、ありがとう、嬉しい。キャンセルしないでね。この顔で真剣なこと言ってるとウケるんだろうな。
ね、うん、なんとかでもあのさっきあかねちゃんも言いましたけど、うん、3月12日にバカコン本当に最後のイベントになります、はい、お昼寝前 の、 あの、まあ、どんな内容になるかはねこれからいろいろとやっぱ面白い、うん、真剣話してね、皆さんが最後の最後まで楽しんでもらえるようなイベントにしますので、はい、まだ入れますのでぜひこんなバカ姉妹3人組に会いに来てくれたら嬉しいです。場所は渋谷の、歌舞伎ラウンジ、どこそこ歌舞伎ラウンジ道玄坂から、渋谷の道玄坂カフェっていうところでやりますので、はい、詳しくは、バカ子のホームページ、あの公式ブログを見ていただければなと思います、はい、ということで長きにわたってバカコンって何をお送りしてきましたが、本日で最終回でした。